はい、どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回はですね、もう訳のわからない攻め方をされたんですね。もう早速見ていきましょう。まずですね、この一番上なんですけれども、アーチャークイーン、まあこの敵はですね、タウンホール10なんですけれども、ライトニング3発、レイジ1発、ネクマンが7体、そしてペッカが3体、ウィザードが8体ということで、すごいですね、そのなんて言うんでしょう、コストがかかる編成ですよね。それでいて、24% しか取れていなくて、もうゴールドも6000、エリクサーも2万としか取れていないと。これどういうことですか？ということでリプレイを見ていきましょう。まずは私の村ですね。はい、もう本当にもう訳のわからないです。まずここでレイジを打つ意味がないですよね。普通に時間をかけてタウンホール破壊すればいいのに、なぜかここタウンホールで結構その時間を惜しんだというか、まあここでネクマンとか結構ねやばい感じですけども、ここでまずライトニングを打つっていう、本当なんかもう何なんですかねって感じですね。なんか意味あるんですかね。さあ、そしてなんか援軍とかも出てきて、なんかどん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 やられちゃってますね。そしてネクマンとかもって感じですね。資源を得たかったのがただ単にリベンジをしたかったとか、リベンジでトロフィーを得るんでしたら普通に外出しのタウンホールをポッてね、アチャクイとかで倒すだけでいいのに、もう意味のわからない謎の攻めですよね。もう本当にわけのわからない。わかる方はちょっとコメントいただけると嬉しいですね。これはもうどういう意味があって攻めたのかっていう、理由を、コメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。